とねこの動画出すか出さないかちょっと迷ったんですよね。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパムキンです。本日もどっかんバトル、やっていくんですけども、って言うてこういう似たような動画を俺何本か撮ってるんだわ。9周年の時も撮ってるし、で去年も撮ってるしみたいな。そうまあ今一応出しとこうかなということで、まあ七夕から始められた初心者さんとか、この世界同時キャンペーンで始められた初心者さんに、まあ、伝わったらいいかなということで、まあテーマとしましては、大量流石をゲットできるイベントを紹介していこうかなと思います。ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたしますというところでいきましょうか。まあ古参ユーザーさんは、いやここも大量流石ゲットできるよとかあったら、ぜひこの動画のコメント欄にてどしどしコメント、お寄せいただきたいんですが、うん。でまず初めにね、まず初めにこの課金についてなんですけども、そう、そのイベント紹介する前にちょっと課金をね、課金についてちょっとお話していきます。はい。まあ無課金の方はまあちょっとラジオ感覚で聞いて、そう、デイリー流石が、新しい商品に変わります。まあこれはね、デイリー流石はね買える方ぜひ買っていただきたいのと、でジュース買 う感覚でこの1日4個のスーパーセール、160円、ぜひね買っていただきたいんですよ。1日1回ジュース買う感覚で。そう、まああとは買えとは言わない。ただこの30個で480円はマジでお買い得やから買った方がいい。です。いや、私は無課金って方は、ぜひ今から紹介するイベントを行っていただき、大量流石をゲットしてほしいんですけども、まず一つ目なんですが、はい、こちら、インフィニットドラゴンヒストリー。これ激アツイベントですね。これ大量流石ゲットすることができます。で、このミッションで、もうどうってことないミッションなんですよ。どうってことないミッションで、1ステージで2、4、5、8、9、11、13、15、19、23、27個。1ステージで27個の流石を、取ることができます。はい。で、これ今、ずっと3、ステージ33まであるんですよ。だから27個かける33してみんなくださいよ。で、そう考えたら、羨ましいな。27かける33って、なんぼよ。なんぼなんよ。で、そう考えたらやっぱドッカンバトルさ、すげえ流石配布してくれてるよね。うん。これまず一つ目ね。で、まず、で、ごめんなさい。噛んで申し訳ない。二つ目。こちら、超強襲系。これ超強襲系。今、これ全開放されてるから、全開放ではないのか。今日は土曜日だから5個系か。5個系の、この超強襲イベント系ね。これを言っていただき、これもミッションがあるんですよ。一つのステージに。ミッションがね、ミッションでくれる流石が1個、3個、4個、5個、10個、11個、12個、13個、15個、18個をくれますから、これね、世界同時キャンペーンから始められた初心者さんやら、七夕キャンペーンから始められた初心者さんね、これ全部こなしてください。今何個あるのかな？ステージが1、2、3、4、5、6、7、8。8×20。まあ、およそ20個もくれますよね。28、28、16。160個。おぉ、ワンセットいけるやん。なあ、これミッション達成してない方。わ、羨ましいな。インフィニットドラゴンヒストリーよりは、ちょっと劣るんですけども、ぜひね、この超強襲イベントを全部、ミッションこなして、ワンセット分引いていただきたいかなと思っております。はい。うん。あれで、後半もドッカンフェスとか、伝説降臨祭来るからね。うん。この新しい新キャラ、母体、両方母体取れたって方は、もう流石温存な。うん、流石温存。後半もガシャ来るからね。そこいら頭の片隅に置いてね。今はできますか？二つ目、これ超強襲イベント系ね。で、一つ目が、ドラゴンヒストリーということで。はい。で、三つ目なんですけども、三つ目が、もう代表格かな。流石、大量流石ゲット代表格。どこ行ったんかな？どこ行ったっけね？あれってどこ行った？ボスラッシュな？ボスラッシュ。
ボスラッシュってボスラッシュってなんか新しい来んのかなところで世界同時キャンペーンで、あ、なんかないな、え、ないな、ないよね、あるんかな、下の方かな。もうボスラッシュもう久しく行ってない、これこれな、久しく行ってないからね。ほら見て、これステージで5、15、35、65、95、195、195、195、190、190、230 まあとにかくいっぱいくれますわこれ。うわ、そう考えると羨ましいな、羨ましい。ステージ19まで3およそ30個の龍石配布してくれますかこれ。もうどうってことない、どうってことないステージですよ。超激戦イベントがただ連続で来るっていうだけですから、もう皆さんが持ってる昔で出た強いキャラをチーム編成しては挑んでください。どうってことない、全然簡単なイベントでございますんで、なんやったら曜日バーダックチームでもいけるし、曜日義乳特戦隊チームでもいける。うん、勝てますから。うわ、いいな、羨ましいな。これ、何個ステージ19まで30個ぐらいまくれるっていうことは、まあ、500個ぐらいはくれるってことよね。ざっとね、ざっと計算ね。そう。うん。いや、いいな。うん。これ3つ目ね、ボスラッシュね。うん、ボスラッシュでございます。はい。で、続きまして、4つ目なんですけど、4つ目が、ずっと上の方、ずっと上の方、ずっと上の方行きましょう。うん、下の方かな。下の方だな。ごめん、ごめん、ごめん。ずーっと下、下、下だったっけね。ステージどこかいつも忘れるんですよね。下かな、下だったかな。あ、これ、はい。ドッカンと叩けパンチマシンね。これの、ミッションも大量流石ゲットすることができるんですが、ただ、その、世界同時キャンペーンから始められた初心者さんとか、タラバタから始められた方とか、キャラ不足、かと思うんで、まあ、そんなにこのミッションこなすことはで、ちょっと難しいんですよね。うん、結局このドッカンバトルキャラゲーですから。ただ、この、アイテムありんところ、ステージ6のアイテムありんところ、このチーム編成で、いけるんですよ。これ、シャンパー。これ、やり方、動画出てますんで、ぜひ見てほしいんですけども、このイベントドロップさんのシャンパーが、そのパンチマシンに適してるんですよ。なので、アイテムを、ぜひね、この、力、プーアル力とかさ、ね、木玉変換系のレモとかさ、まあ、いろいろ、この、なんだろう、シャンパーの火力を上げてくれるアイテムを、ぜひね、まあ、持って行って、ミッションをこなしてほしい。ただ、アイテムなしのところは、ちょっと今、初心者さんには難しいと思うんで、ぜひ、このね、ステージ6のアイテムありの、ドッカンと叩けパンチマシンの流石ステージに行って、大量流石をゲットしていただきたいかなと思っております。はい。で、次まして、5つ目なんですけども、はい。Z バトルね。Z バトル1ステージにつき、流石30個をゲットすることができます。ぜひ、クリアできてないやつをクリアしていただき、流石をゲットしてほしいかな。うん。ただこのレベルに上がるにつれて難しくなってくるから、勝てなくなるから、勝てなくなった段階で新しいステージに行ってください。でもそう考えていいよな、これ。俺全部やっちゃってるかな、これ。全部リセットしない？極限 Z バトル、インフィニートドラゴンヒストリー、ボスラッシュ全部リセットしてほしいんやけど。まあ、極限 Z バトルに関してはね、感想狙ってる方多いからね、リセットしたらね、もうそれもそれで大炎上起こしかねないんで、そうだな、なんかボスラッシュとパンチマシンとさ、うん。あとインフィニートドラゴンヒストリー。全部リセットしてや!10 周年で期待しております。はい、そんな感じで、いかがだったでしょうか。今日はね、大量流石ゲットできる、イベントをご紹介、させていただきましたが、冒頭でも言いました、小佐優奈さんね、いや、あれも大量に流石ゲットできるよって、あったらですね、この動画のコメント欄でどしどしコメント欲しいのと、あともう裏技言いましょうか。最後に裏技、流石、簡単流石に獲得できる、もうゲットできる裏技、追憶の扉行っていただいて、で、物語イベントで、クリアできてない物語イベントを言ってください。うん。この鍵使ってでも、流石ゲットすることができます。今、私、現状264個、ある中で、200、この物語イベント、
うん、まあクリアして、なければこの264個ぐらいのそう流石、ゲットすることができます。ざっと計算ですよ、ざっと計算。うん、これも裏技ですね。もうどの動画でも言ってる。流石ないときは追憶の扉の鍵使って物語イベント行きなさいと、うん、ちょっと解説させていただいてますけども、うん、ごめんね、同じような動画申し訳ない。ただもうちょっとでもね、ちょっとガシャ爆死した人のお力に、なりたい私は。そうなんですよ、もうお金かけてゲームしたらいかんで学生さん、それでお父さんお母さん怒られるね。うん、まあそんな感じで、いやまだまだ世界同時キャンペーン始まったばっかりですからね。言うてね、まだいろんなイベント来ますから、流石、ゲットできるチャンスはありますし、ガシャ引ける、チャンスもありますんでね、うん、共に楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。